主だけに尽くしてきたのに。小野寺氏を支えた知将、矢頭は道為、無念の最後。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は、小野寺氏を支えた知将、矢頭は道為について紹介していこうと思います。東北に割拠した武将の中で、出羽の小野寺氏に仕えた矢頭は道為という武将がいます。小野寺氏の全盛時代に貢献した知将で、彼がいる間は周辺諸国の武将たちは迂闊に手出しができなかったそうです。しかし道為が小野寺氏のために捧げた固い忠義はねぎらわれることはありませんでした。知将の身に起こった悲劇とは。矢頭は道為の生涯をじっくりとご紹介していきたいと思います。矢頭氏とは、矢頭という名字、聞き慣れないという方も多いと思います。鎌倉時代に遡りますが、小野寺氏が下野、栃木県から出羽の国小勝郡、秋田県横手市付近の地頭に任ぜられた際、それに従った家臣の中に落合氏がいました。その落合氏が寛正元年1460年に矢頭という場所、横手市に領地を得、矢頭館を築いて拠点としたことから、落合氏が矢頭姓を名乗るようになったのだそうです。そして矢頭氏は代々重臣として小野寺氏を支えていくこととなるのでした。そして矢頭道為の登場です。少年は不詳ですが、天文3年1534年生まれの小野寺景道とその息子で、永禄9年1566年生まれの小野寺義道の2代に仕えたので、年齢はだいたいそのあたりと想像してください。小野寺景道を支え、全盛時代に貢献。道為が最初に仕えた小野寺景道は、天文15年1542年に父の種道を家臣の謀反によって殺害されていました。しかもその時、居城の横手城を奪われ、やむなく近隣の大宝寺氏を頼ったのです。おそらく道為はすでに成人していたと考えられますが、亡命状態となった景道を助け、大宝寺氏の力を借りると、数年のうちに謀反を起こした元家臣たちを討ち、横手城を奪回することに成功しました。その後も横手城を襲う敵軍を景道と共に撃退しています。そして景道はどんどん勢力を拡大し、小野寺氏の全盛時代を築き、小勝館と称され、その所領は4万5千石ほどにまで増えていきました。その傍らにはいつも道為がおり、彼は景道を支える知将として名前を近隣諸国に鳴り響かせたのです。重臣から一門扱いとなる厚遇を受ける。道為に対する景道の信頼は厚く、やがて道為は一門扱いとなり、小野寺領における南部の重要拠点、湯沢城、秋田県湯沢市を任されるまでになりました。ここは最上領に近く、隙あらば侵攻してこようとする最上氏に対する要衝だったんですよ。景道は上洛して織田信長に謁見し、小野寺氏の安定を図りました。ただ嫡男が病没し、天正11年1583年に家督を次男の義道に譲ってからは、徐々に小野寺氏にきしみが生じ始めていきます。同盟者の大宝寺義氏も亡くなってしまい、援護射撃をしてくれる存在が減ってしまったのです。そんな中、虎視眈々と小野寺領への侵攻を狙っていたのが、宇宙の狐と呼ばれた謀略の師、最上義明でした。最上勢を相手に大ダメージを与える活躍。少し遡りますが、天正9年1581年に元小野寺氏の家臣だった酒延秀綱が離反し、最上方となった事件がありました。このため
小野寺義道は酒延秀綱が持っていた給料を取り返そうと考えていたのです。そこへつけ込んだのが最上義明でした。彼もまた勢力を広げようとしていましたから、大軍を持って攻め込んできたのです。これが天正14年1586年に起きた有屋峠の戦いでした。小野寺勢は6000、最上勢は12000、2倍もの敵を相手に道為は完全と立ち向かいました。数の多い最上勢の隊列を引き伸ばそうと考え、道為は道沿いの木の間に鉄砲の名手たちを配置し、狙撃して最上勢を挑発しました。すると挑発に乗った最上勢はさらに細い道へと侵入し、隊列は道為の思惑通りに伸びきります。そこがチャンスでした。道為の号令とともに小野寺勢は弓と鉄砲を打ちかけ、1000人もの敵兵を打ち取ったのです。一方、小野寺勢の損害は38人だったと伝わっています。これにはたまらず最上勢は一旦退却していきました。結局この戦いは翌日に最上勢が盛り返したために痛み分けとなりましたが、道為が存在感を発揮したことにより最上義明はこの地方への進出は足踏み状態となってしまったわけです。名将たるゆえん、矢頭氏の掟、小野寺氏を支える重臣中の重臣として近隣に名声を轟かせた道為。矢頭氏には道為が独自に定めた掟があったそうですよ。例えば、他人の取った首を奪えば死罪、他の国で臆病であったがためにやめたものを召し抱えてはいけない、敵の使者をむやみに切ってはいけない、味方のふりを見て逃げれば死罪、親戚や知人であっても喧嘩に関与してはならない、互いに打ち果たせない場合は死罪などなど、つまりは武士としての心得を定めていたわけですね。こんな風にして家臣の統率を図っていた道為ですから、首相として知られるようになったのも納得です。最上義明の策謀にはめられた主君、道為に迫る危機。最上義明はそれでも諦めることなく好機を伺っていました。そして道為に隙がないならその主はどうだとでも考えついたのだと思います。実際小野寺義道は勇猛ではありましたが、父景道に比べれば器で劣る人物だったようです。そこで義明は家臣に命じて道為が最上氏に内通しているという偽の書状を作らせ、それが義道の目に触れるように画策したのです。そのやり方もなかなか手が込んでおり、偽の書状を義道の弟の城に間違って届けさせ、弟から義道へ通報させるようにしたんですよ。義道はすぐにこの偽の書状を信じ込んでしまいました。激怒した彼は道為を横手城に呼び出します。文禄元年1595年初頭のことでした。尽くし続けた忠義の残酷な回答、主の呼び出しに当然道為は登場しました。しかし彼が義道に会うことはありませんでした。道為が大手門前の橋に差し掛かったところで、義道の命令を受けた家臣が道為を殺害してしまったのです。知将矢頭道為のあっけなくも残酷な最後でした。小野寺義道のしたことは小野寺氏にとっても致命的なミスとなります。最上勢はこの混乱に乗じ、道為の親族が守る湯沢城へと攻め込みます。親族たちは奮戦しましたが、援軍もないまま討ち死にを遂げました。義道は道為だけではなく勇猛な武将を数多く失うことになってしまったのです。そして小野寺氏はどんどん傾いていきました。関ヶ原の戦いでは最上氏が東軍となったため、小野寺氏は西軍につくことを選びます。
その結果、義道は改易となり、遠く石見津和野、島根県津和野町付近へと流罪に処せられたのでした。まとめ1。矢頭氏は鎌倉時代から小野寺氏に仕え、東北地方への下向に従った。2。小野寺景道を支え、小野寺氏の前世時代を築くのに貢献し、知将として名を馳せた。3。主からの信頼は厚く、一門扱いをされるまでになった。4。最上義明を相手に策略で大軍を退けた。5。矢頭氏の掟を定め、武士の心得を家臣に徹底したという。6。最上義明の策略により主が道為の裏切りを疑う。7。疑心暗鬼となった小野寺義道の命令により殺害された。道為がいなくなった途端に傾き始めた小野寺氏、道為がどんなに強固な屋台骨であったかが分かりますよね。なぜ道為を殺してしまったのかと、義道を激しく問い詰めたい思いに駆られました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、よろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。